どこだ？もうメモはどこ？よし、こうなったら、そう、この散らかりは何？ちょっと大事なメモを探してるの。そう、で、そのためにはテーブルをめちゃめちゃにしないといけないんだ。あれ、この変な紙切れなんだ？あ、それそれ、パパッと確認しないと。そう、一体何なの？スーってバーン。ああ、よし、スー、これ何？お家でこんなの見たことないよ。自動販売機で買ったの、図書館のね。お昼に何か食べなきゃいけなかったから、あんまり時間がなくて。本物の自動販売機？僕段ボールのしか知らない。僕たちが作るやつ。自動販売機が物を出してくれるのを僕知っているよ。でもさ、どうやってコインを仕分けするんだよ。サム。わかった。中に小さい人がいて、コインを受け取って商品を出すんだ。ね？メインブラックの映画みたいにさ。覚えてるよ。でも自動販売機はそういう風に機能するわけじゃないの。じゃあどうやって？そうだね、自販機がお菓子やチョコレート、炭酸飲料を出すのは見たことあるよね。だからどうやって機械がコインを仕分けるかを見せればいいね。おいで。やった、また新しいことが知れるね。ねえみんな、今日はコイン仕分けマシーンを作るよ。金属で？違う違う。プラスチックで？違うの、サムチン。ダンボールだよ。でも本物の自動販売機はダンボールでできてないよ。そうだね。でもどうやって機能するのかを知るのには重要じゃないから。そう。まあいいけどね。手伝ってくれる？それは考えものですな。いいよ、じっくり考えて。何作ってるの？コインの通り道のシステムを作ってるの。コインが正しい場所に落ちるようにね。見て、これが第一段階。コインが一つずつ通るようにするんだ。さて、ここを測らないとね。よし。ね、コイン二つは通れないの。なるほどね、続けたまえ。サムチン、せめて3つコインを持ってきてよ。1円、5円、10円。オッケー。コインお願いします。これは一旦置いておいてっと。サムチン、コインはどこ？どうぞ。なんで仕分けしなきゃいけないのか分かったよ。必要なやつを探すの大変だったもんね。そうなの。さて、たくさん人がいる場所の自販機が1日にどれだけのコインを処理してるか想像できる？例えば駅や飛行場なんかも自動化しないと無理だよね。だから1回でいろいろできた方がいいよね。そしたらその後がスムーズになるもん。見て、各コイン用の小窓があるの。これでそれぞれの場所に落ちるんだよ。完璧。お前どう？ねえ、お得意の技見せてよ。任せて。パチンと。どうだ。じゃあ横の壁をつけていくね。コインが転がり落ちないように。まだわからないよ。どうやって機能するの？ほら見てごらん。ねえ、ちょうどいい大きさのコインだけが穴から落ちるの。おお、わかってきたかも。すごい。さて、スー、どうやってコインが仕分けられるかは分かったよ。でもどうやってコインのトンネルに入るの？手で押し込めるわけじゃないよね。違うよ、サムチン。このモーターが助けてくれるんだ。ワイヤーを使ってこれを電池につけるの。みんな、ワイヤーには気をつけてね。大人の人に手伝ってもらった方がいいよ。モーターをオンオフできるようにこのスイッチをつけるね。このワイヤーはここに行って、こっちのはあっち。できた。必要な効果を得るには小さいネジをモーターに貼り付ければいいだけ。
どんな効果？振動効果だよ。見て。すっごいぴょんぴょんしてる。じゃあこれでコインが仕分けトンネルに入っていくんだね。そうだよ。ではメカニズムを段ボールのケースに隠して壊れないように守らないとね。ここにモーターをくっつけて、慎重にワイヤーに気をつけて、それから電池はここに、周りには壁。そうだね、サムチ、ありがとう。僕が手伝ってないって言ってますけどね、穴が開いている部品があるよ。欠陥品として避けておくね。違うの、サムチ、穴があっていいの。それスイッチ用、捨てないで。ほら見て、完璧にはまるでしょ。こんな感じに慎重にカバーするよ。よし、できた。スー、スー、これはゴミでしょ。変な部品、残り物でしょ。サム、サム、待って、それ大事なの。モーター付きのケースにこの足をセットしなきゃいけないの、コインが落ちるためにね。そっか、僕間違えちゃった。部品とゴミを間違えるなんて。元気出して、サムチ。さ、残りの部品を持っておいで。でも全部捨てちゃダメだよ。了解。この構造ができたから、次は壁をつけるだけだね。ダンボール部品のお届けです。あら、完璧。サムチ、次は仕上げの部品を作るよ。どの部品？コインが落ちる入れ物だよ。自販機はすべてのコインを別々に保管して素早くお釣りを出すんだ。おー、なるほど。教えて、スーちゃん。自販機は全部大きさでコインを仕分けるの？まあ、基本的な原理ではね。でも最近の自販機は含まれる金属とかコインの柄とかで判別できるんだ。間違いがないようにね。でも、私たちの仕分けマシンは超基本型なの。だからサイズに即して仕分けるだけ。ああ、でもそれでもすごい。ああ、サムチ、入れ物用のシール持ってきてくれる？しばしお待ちを。この仕分けメカニズムを接続してちゃっちゃと済ませよ。じゃーん。デコレーションなしでじゃーんしちゃダメだよ。ダメだな。ああ、どいて、プロデコレーターにお任せを。サムチ、私がやろうか。もうちょっと丁寧にね。あ、いいさ、今日はたくさん働いたからね。50円、10円、5円、あと1円、そしてオンオフスイッチ。じゃんしていい？うん、じゃーん。マシンをオンにしよう。ここにコインを入れて、そしてこっち。おー、川のように流れますな。いいね。見て見て、ちゃんと仕分けされてる。すごい。これからはお家のすべてのコインはちゃんと仕分けされるね。ちゃんとできるかな。もちろんです、スー様、必ずや。はっ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 は。よしよし。みんな、コインの仕分け方法は面白かった？気に入ったら高評価してね。チャンネル登録して世界の面白いことを